はい、こんばんは。スタディルーム斉藤です。今日は学習5分塾の進め方、中に天気、気象と気圧についての説明をしたいと思います。2学期もだいぶ進んで、皆さんもう中間テストが終わった頃じゃないかなと思います。そこで今回は2学期の後半で学校で習うであろう中2の天気、まずその一つ目の気象と気圧について、その構成とか動画の見方について説明をしていきたいと思います。でまず構成ですが、もうこの学習5分塾は全ての単元同じ構成になっています。まずこの気象と気圧の0、まあ、今回1から4と長いんですけど、そこで皆さんにこの気象とか気圧に興味を持ってもらうための実験だったりとか、まあ、クイズを出したりとかしています。でそれで興味を持ってもらったところで、この気象と気圧の1から15で教科書内容の解説をしています。でこれ細かく15も授業があるんで大変に思うかもしれないですけども、一つの授業を短く5分前後にしています。ですから勉強が苦手な子でも、まあ、ちょっと5分だけ動画を見てもらうっていうことで、まあ、一つの単元の、まあ、内容を理解してもらえたらなと思っています。それと覚えるべき重要語句も一つの授業に3個までに絞って、このように授業を組み立てています。でこの1から15教科書内容の説明が終わったところで、まあ、どのぐらい覚えられているのか、今回は気象と気圧の16で復習テストもしています。でこの復習テストは、例えば勉強が得意な子とか中間テスト期末テストの前だったら、ここだけ見るだけでも一通り内容は理解できるような形で作っています。ですからこれだけは5分前後にはなってません。長いものは15分とか20分の動画もありますけど、まあ、ここを見てもらったらこれ全体の流れが分かるようには作っています。でそこで覚えられてない言葉とか、もうちょっと詳しい説明聞きたいところをこちらに戻って聞いてもらうなんていう使い方もしてもらったらなと思っています。さあそれではまず気象と気圧の0の位置、気圧で遊ぼうということで、今回は0の1から0の4で気圧を使ったいろんな、まあ、実験遊びをしています。でまず1つ目、プラ板は力持ち、新聞紙は重いっていう2つの遊びをしてるんですけど、はい、この何も種も仕掛けもないプラ板に、まあ、吸盤のついた取っ手をつけています。それで別にこれひっつけてるわけでもないのに、軽々と机を持ち上げることができます。また割り箸をこの物差しで割ろうとしています。でも重しがなかったので私は新聞紙で重しをしました。新聞紙ぐらいで重しになるんって思った方はぜひこの動画を見てみてください。で次0の2では、今度はアルミ缶を簡単に潰す方法ということで、今回は教室の中でしましたけど、私バーベキューとかするときによくこの方法でアルミ缶を潰しています。本当に手でするよりもぺっちゃんこに潰れます。でその様子も、はい、ここで見てもらっています。今回これサイダーのアルミ缶ですけど、もう一つビールのアルミ缶と2つ潰して、どちらも、その2つのアルミ缶の潰れ方を見てもらっています。はい、次0の3でも2つの遊びをしています。で1つはゴム手袋は引き抜けない、もう1つは教科書の綱引きということで、このある容器にゴム手袋をかぶせています。ただそれだけです。本当に種も仕掛けもありませんけど、このゴム手袋どんなに引っ張っても外れません。ぜひ皆さんも自宅にあるものでやってみてください。でもう一つ、これは見たことあるかと思うんですけど、教科書を2冊用意して、
まあ大体でいいのでこう交互にページを重ねていきます。もうそれだけでどれだけ引っ張っても抜けることはありません。はい、最後0の4では、まあ、コインで遊ぼう、それとコピー用紙はどっちに動くかっていうクイズをしています。で、このコインで遊ぼうはコインをこう口で拭くことで、まあ、1円玉とか10円玉をこの容器に、その拭く風の力でコインを浮かして、まあ、ここに入れるっていう遊びです。これ私中学高校の時によくやって遊んでいました。で、これもただその風の力だけじゃなくて、まあ、気圧が関係しているので、まあ、このような遊びをしました。それと今度は2枚のコピー用紙、真ん中を拭くとこのコピー用紙が離れるのか近づくのか、それともそのままなのか、まあ、このような実験をしました。で、これで気圧とか気象に興味を持ってもらって授業に入っていってもらったらいいんですけど、でここではもう解説はしていません。実際にこうなるっていうのを見てもらいました。実際解説はこの授業の中、気象と気圧の1から15の教科書内容の説明の中でなんでこのようになったのかっていう解説をしています。さあ、でここでこの1から15の実際の授業、教科書内の授業に進んでもらうんですが、今回まあ、改良した点としてはこの授業の最後、これ0の4の授業の最後なんですけど、そこに気圧位置へ飛べるリンクを貼っています。ですから0の3から0の4、0の4から1で、1の授業を見終わったら次にっていう風に、まあ、ずっと続けてみたい人はこのように授業の最後のリンクをたどってもらったら続けて授業を見ることができます。それともう一つ、この下にもっと見る、まあ、パソコンで見られている人やったらこの下にもっと見るっていうところがあるので、そのボタンを押してもらうか、あとはスマホやタブレットで見てもらっている人はこのタイトルを押してもらうと、このように概要欄っていう説明を書いたページが出てきます。で、この概要欄見てもらったら、このようにこの単元の授業すべてのリンクを貼っています。ですからここだけ見たいっていう場合、例えばさっき言ったように復習テストで見て、気象気圧の5に飛びたいっていう場合はこの概要欄からそこの単元に飛べるようにしています。まあ、このように今回まあ、少し見やすくしているので、まあ、これを使って自分の見たい授業を見てもらったらなと思っています。さあ、それではこの気象と気圧1から15どんな説明をしていったか、で今回これも長いのでもうパッパッパッといきますね。まず気象気圧の1では、気象と天気で、天気も雨と雪についての説明をしています。で、まずいきなりクイズで、この日の天気は何でしょう。はい、皆さん何だと思いますか。で、ここでは答えは言わないですけど、で、それで天気を考えて、まず天気図の記号、雨や雪が降っていればもう太陽が出てるとか雲がどのぐらいとか関係なく雨になり雪になります。で、その天気図の記号も覚えてください。で、この気象気圧の2では今度快晴晴れ曇りの天気について説明しています。で、先ほどのこれ、空のうち雲が半分以上出てますよね。6割ぐらい出て、で太陽も雲の後ろに隠れています。それでもこの日の天気は晴れになります。で、なぜかというと雨や雪が降っていなければ雲の量で判断します。で、空全体を10とした時に2から8の状態は晴れです。で、その時の天気図記号も示しています。
で、同じように天気図の説明をして、運量の説明をして、まあ、全ての天気図記号のまとめもしています。さあ次、気象気圧の3では風向と風力についてです。で、まず風向を見るにはこの16方位を覚えなければいけません。で、まあ東西南北4方位で北西とか南東とかいう8方位、ここまでは社会の地理でも習っていると思います。今度理科で風向を見るためにはその間北北東とか西南西とかいう16方位が必要なので、まあそれの見方を説明しています。それと今度風力はこの風力段階表っていうのがあって13段階に分かれています。それの表し方もここで解説をしています。さあ次、気象気圧の4は気温です。でも気温は皆さん分かると思うので、気温の測り方、地上 1.5m、 風通しの良い場所で直射日光を当てないように、学校にもあると思います、こういう百葉箱で測ります。さあ次、気象気圧の方では湿度で、湿度はまずこの間湿系の見方を説明しています。で、間湿系っていうのが、ごめんなさい、これ私の手で隠れてますけど、2つ温度計がついていて、片方は寒球、乾いた温度で、こちらはこの水の入ったガーゼがつながっていて、湿球、湿った温度を測っています。で、ここでただこの間湿系の見方を知るだけじゃなくて、なぜ寒球と湿球の湿度の差が生じるのか、その説明もしています。ここも興味のある人は授業に戻って聞いてみてください。で、この間湿系の見方です。ここについている表を使って湿度を求めることができます。これも結構テストに出ます。でも見方簡単なので、一度覚えたらもう忘れることないやり方なので、ここもしっかりとやり方を覚えておいてください。さあ次、気象観測で晴れの日の1日の変化ということで、こういうグラフを用意して、それぞれのグラフが気温なのか気圧なのか湿度なのかをまず考えてもらいました。で、今もうこの気温が出てますけど、晴れの日だと明け方に最、晴れの日だと明け方6時ぐらいに最低気温で、昼過ぎ14時とか15時に最高気温になっている。だからこの赤のグラフが気温だなっていうのが分かります。で、あとは気圧がどれ、湿度がどれっていうのを考えていきます。で、次は今度雨と曇りの日の1日の変化です。先ほどのグラフとだいぶ変わりましたよね。で、今度は雨や曇りの日は気温の変化が少ない、だそれによって湿度の変化も少ないっていうのが、まあ、このグラフからも分かってもらえるかと思います。で、その後で、まあ、これは8点覚える必要はないんですけど、全国約1300箇所あるアメダスでその天気の様子、風向であったり風力であったり、あとは気温で降水量なんかを測定しています。で、また宇宙にはこのひまわり8号っていう気象衛星が打ち上がっていて、ずっと日本上空の雲の様子を撮影してくれています。さあ次、気象気圧の8で圧力です。で、これがこれまでの教科書は1年生の力のところで学習していました。今年から教科書が変わってこの2年生のここに移ってきました。で、この圧力は1年生が一番苦手としている分野でした。で、この圧力は計算問題も出てくるので3回ぐらいに分けて説明しています。で、まず最初はこの圧力の単位と圧力を求める式について説明しています。
で、まあ、こういう式で求めるので分母、面積が大きくなると分数全体は小さくなる、まあ、力が同じ場合圧力は小さくなるっていうような説明もしています。で、実際にこのシャープペンシルを使ってこちら側で押した場合、こちら側で押した場合、面積が小さくなる方が圧力が大きくなるので痛く感じますよねっていう話もしています。さあ次、ここで計算問題です。で、圧力の計算問題で一番つまずくところがこの面積なので、まずは圧力じゃなくて面積だけの求め方を説明しています。で、何が難しいかというと、圧力は面積が平方センチメートルじゃなくて平方メートルで求めないといけません。で、ここで普通に平方センチメートルだったら30センチ ×20 センチで600平方センチメートル、簡単ですよね。で、それを平方メートルに直すとき、はい、6平方メートルって思った人、本当にこれはちょっと授業に戻って確認をしておいてください。ここめちゃくちゃ大事です。で、これが間違えてしまったら圧力パスカルを求めるのも間違えてしまうので、ここで詳しく面積だけに絞って説明をしています。で、これ 0.06 平方メートルになるんですけれども、この1平方メートルが1万平方センチメートルから求める方法と、もう一つの方法も説明しています。で、ここにも書いているように求め方が2つある場合、2つ以上ある場合、両方知っておくと困った時に役に立つので、できれば両方のやり方でできるようにしておきましょう。さあ次、この面積が求められたら実際に圧力パスカルを求めていきましょう。で、この問題を何問か出しているので、圧力を計算する問題もしっかりと理解しておきましょう。さあ次、気象気圧の重視では今度大気圧です。で、大気圧がかかる理由なんかもこのように説明をしています。で、そこで気圧の単位、先ほど圧力の単位が出てきましたけど、気圧の単位はパスカルじゃなくてヘクトパスカルになる。で、実際その1013ヘクトパスカルっていう1気圧どのぐらいの大きさなのかも計算しています。で、この気圧が自分たちはほとんど感じないですけど、こんなに大きな気圧がかかっていることで、あの0の1から0の4でしたような実験ができます。で、その実験の解説をこの13から後でしています。で、まずはこのプラ板が力持ち、なんでプラ板で机が持ち上がったのかの説明であったり、14の実験解説その2では、なぜこのアルミ缶がペッシャンコに潰れたのか。で、次15はこれちょっと難しいんですけど、ベルヌーイの定理っていうのを使って、あの最後コピー用紙がどっちに動くか、で、それがなぜなのか。で、ここで、まあ、ベルヌーイの定理が出てきます。で、これはただコピー用紙が近寄るだけじゃなくて、飛行機が空に上がっていく仕組みにも利用されています。で、そこでまたもう一つ、このロートを使って、ロートの中のピンポン玉が落ちないなんていう実験もここでしています。で、これもベルヌーイの定理が関係しています。で、ここで言っておきますけど、中学生このベルヌーイの定理なんていうのは出てきません。これは覚える必要ないので、あの安心してください。さあ、ここまで教科書内容の授業をしたところで復習テストです。で、この学習5分塾の復習テストでは、このように大切な言葉を隠しています。
で、この言葉をパンパンパンって開いていくので、皆さんも頭の中で思い浮かべてください。で、そこで思い浮かばないとか、ちょっとここの説明あやふやなのでもう一回聞いておきたいっていう場合は、この全部の単元にここ見たらいいですよっていうのをつけているので、先ほどの概要欄を開いてもらって、この場合だったら気象気圧2をクリックしてそちらに飛んで詳しい説明を見てもらったらなと思っています。それと最初にも説明しましたけど、まあ勉強が得意な人とか中間テスト期末テストの前にまとめて勉強したいときは、もう最初にこの復習テストを見てもらって、それだけでも一通り、まあ、理解できるようには作っています。教科書で太字で出てくる言葉は全て入っていますし、あと、まあ、全体の学習の流れなんかも分かるようになっています。でその中で自分の苦手な部分だけそれぞれの授業に戻ってもらって、その部分だけ復習してもらってもいいのかなと思っています。さあ、でその復習テストの最後には次の単元へ飛べるリンクも貼っています。次の気圧と風湿度の0の1に飛べるリンクですから、もう続けて続けて2年生の授業を見たい場合はこちらから次の授業に進んでもらえたらなと思っています。それとこの復習テストの最後には復習テストのまとめの再生リストへ飛べるリンクも貼っています。でここは1年から3年までの理科の授業すべての復習テストが入っています。ですから今回期末テストの前の勉強だったら、期末テストの範囲、まあ、天気で4つ単元あるので天気の4つの単元を復習テストばっかり見るっていう場合はこちらから飛んでもらったらなと思います。さあ、今日もめちゃくちゃ長くなりましたけど、ここでこの気象と気圧に関するまとめページの説明は終わりです。で最後に、まあ、私からのお願いです。このまとめページで毎回話しているので簡単にいきます。まずはこちらかこちらを押してもらって、学習5分塾へのチャンネル登録をしてください。それによって無料のこの学習5分塾入塾することができます。でまたここにいいね、よくないねのボタンがあるので、いいねボタン押してもらったら私が喜びます。それとここにコメントを書く欄があります。で応援コメントもちろん嬉しいんですが、指摘のコメントであったり質問のコメントなんかしてくれたら、それに対して答えれる範囲でもちろん答えますし、まあ、今後、動画を良くしていくための、力にもなっていきます。それとこんな実験してほしい、こんな授業をしてほしいっていうリクエストもお待ちしてますので、ぜひぜひコメント欄にもご記入いただければと思っています。さあ、今日は中2の天気気象と気圧についてのまとめページの説明をしました。これからしばらく1年生2年生3年生の2学期後半で習うであろう期末テストの範囲になるであろう教科書内容、その範囲の、まとめページを説明していきたいと思います。では今日の授業は